どうも村下幸三です。僕が育った環境というのは、映画館の息子ということでですね、今42歳なんですけど、同じ42歳の人とはちょっと違った環境、特殊な環境で育って、映画をですね、その時代はたくさん僕は見まして、結構、子供の頃は怪獣映画、それに青春映画とかいうのを見てですね、随分影響を受けました。まず最初に、見て印象に残った映画というのはエルビス・プレスリーの映画、タイトルちょっと覚えてないんですけど、映画の中にラブ・ミー・テンダーの曲がエンディングで流れた曲です。そして日本の、映画ではですね、小林旭さんの銀座旋風寺とか渡り鳥シリーズとか、その辺、そして石原裕次郎さんとか、また青春映画なんですけどね、そういう辺見て結構、将来自分はどういう大人になるのかなとか思って、胸を膨らませた、幼少時代でした。小学校3年ぐらいになって加山雄三さんの映画をですね、若大将シリーズを見始めまして、結構いろんなシリーズを 見たんですけど、その辺から結構加山雄三さんの、世界にのめり込んでいきまして、加山さんが走れば走り、泳げば泳ぎ、ギターを弾けばギターを弾くというような、そういう、大人になったら若大将みたいな大人になりたいと、そういうふうな目標を持って、頑張っていました。